かしいのかな。おや、葵さん、どうしたのですか？そんなにうんうんうなって。クラウさん、実はですね、ハトビンで不定期購読している瓦版にすっごい忍術が載ってたんです。すごい忍術？はい、その名も花嫁忍術。今くの市会で大流行している最新鋭の忍術なんですよ。え、はい、流行？花嫁忍術？何なんですかそれは。ざっくり言うと、花嫁衣装を着て花嫁っぽく戦う忍術って感じです。古来日の本では花嫁衣装は神聖なもので魔を払うとされています。その力で己を清め、さらに花嫁の動きを取り入れることでさらなる力を発揮する、それが花嫁忍術です。花嫁衣装を着たからって何か変わるものなんでしょうか？変わります。日の本では昔から思いの力とか添い遂げる覚悟が起こす奇跡がいろいろあって、そういう何らかの効果があるんです。いえ、はっきりは知りませんが、なんとなく私にはわかります。なるほど、日の本の花嫁衣装はただの服ではないんですね。はい、効果は間違いありません。でも一つだけ大きな問題があって、私、花嫁衣装を持っていないんです。それは確かに大問題ですね。普段の私ならそこで諦めちゃいます。でも今回ばかりは諦めたくなくて、花嫁忍術を身につければ今よりもっと殿のお役に立てるかもしれない。殿は冷徹になりきれない私を受け入れてくれました。感情があるくの市がいてもいいって。だからどうしても諦めたくない。殿のお役に立ちたいんです。葵さん、一つ確認です。花嫁衣装の図面はその巻物に載っていますか？え、はい、完全特集号なので手作り派のために縫い方講座までバッチリです。なら大丈夫そうですね。わかりました、私が花嫁衣装を仕立てます。クラウさんが、本当ですか？もちろんです。王子のためにそこまで言うのであれば私も応援しますよ。やったー、ありがとう、クラウさん。どうぞー、皆さん見てください。喜んでいただけたのなら苦労の甲斐があったというものです。頑張ってくださいね。はい、バリバリ花嫁忍術修行して殿をお守りします。おお、葵、聞いたぜ、なんか変わった忍術に挑戦するんだってな。でも花嫁衣装で戦う流行りの忍術ってどんなんだ？全然想像つかないけど。俺も想像つかねえな。
まあ具体的にどんな術を使うんだ？ケーキ入刀か？おー、ケーキ入刀は多分アルベリア式ですね。瓦版によると、例えばこんな術があるみたいです。花嫁忍術切り盛り上手。いや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 、おおおい、こら、あおい、どこ切ってるんだ。つうか、むやみやたらに武器を振りますな。うわうわうわ、切れる、服がボロボロになる。キュー、このままだと全員分のお洋服が破けますよ。うそ、そんなの嫌だ。みじん切りにされるのはもっと嫌だ。はあ、切り盛り上手ってそういう、ってそんなことを言ってる場合か。青い術をやめろ。このままでは守るべき殿下を魚のお造りにすることになりかねんぞ。はい、に、忍術中止。し、死ぬかと思った。あれ、おかしいですね。これ、家族の喧嘩を止める技で命に差し障ったりしないはずなんですけど。時と場合を考えろ。今私たちは誰も喧嘩をしていなかったじゃないか。ああ、それもそうですね。使いどころを間違えました。いや、お前これだけ切りまくっておいて、アハは。まあみんな無事だったからいいよ。今日はバタバタだったけど、これから修行して術をちゃんと使いこなせるようになっていくんだろ。はい、今後はもっと的確に、さらにはいろいろな花嫁忍術を使えるよう精進します。うん、わかった、頑張って。期待してるよ、葵。何？家庭の乱れは規律の乱れ、ぐうたらは怒りによって正すべし。花嫁こそ規律を守る守護の要。かっこいい。よし、規律を乱して人に迷惑をかける人はこの花嫁忍術で懲らしめちゃおう。行こう、真っ白な、入るな。よしよしよし、いたずらの準備完了っと。みんなの驚く顔が楽しみだぜ。いた、規律を乱そうとしてる人。今こそ例の忍術を使うとき。ではでは、心を鬼にして。いきますよ、花嫁忍術角隠さず。またいたずらの準備なんかして、いつまで子供気分なんですか。あなたはもう一家の大黒柱なんですよ。しっかりしてください。あ、え、葵どうした、急に結婚したお姉ちゃんみたいなこと言い始めて。お黙り、これが花
花嫁忍術なんです。さあカカア殿下が嫌なら今すぐそのいたずらをやめて。私といたずらどっちが大事なの？いたずら？なんですって！ああ怒るなよ。わかった、やめる、やめるから。他に規律を乱してる人は？あれ？裏庭から声が。もう誰だろう、とっくに消灯時間なのに。早速懲らしめなくちゃ。いきなり角でつつくんだ。これが花嫁忍術だからです。ダメでしょ、こんな時間まで鍛錬してちゃ。体を大事にしてください。あなたにはまだまだ働いてもらわなくちゃならないですから。わかったよ。やれやれ、本当に厳格な妻のようだな。もうしばらく素振りしたら戻る。だから先に休んでいてくれ。ダメです、もうすぐ帰るって言ってなかなか帰らないのもお決まりのパターンじゃないですか。さっさとベッドに入らないと。こうですよ、角攻撃、ツツ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 ツ。いっとっとっと、くすぐやべ、わかった、わかったから。さて、次なる規律の乱れは。むむ、あの部屋は。あなた、感触はダメってあんなに言ったでしょ。どうした、目が血走ってんぞ。そうやって厨房の食べ物をつまみ食いするから私の手料理が食べられなくなるんでしょ。この間だってそうよ、こっそり外で食べてきて帰ってきたらいらないって。ラキー、待て待て待て、つまみ食いしてたのは確かだが他の話は知らねえぞ。花嫁忍術、角隠さず。花嫁の愛がわからない人は、えいやいやいやい。いたおい、本当に痛いって、怪我しま。うぎゃー、がっく。どこだここ。確か俺は食堂で。お、気がついたか。おさん、どうやらあれにやられたみたいだな。あれ、悪い子はいねえが。鬼みてえな面は。花嫁忍術を使い続けた結果、術に取り込まれてしまったようだ。早く何とかしないと。なあおっさん、おっさんのバカ力でどうにかなんねえのか。頭ポカって叩いて目覚まさせるとか。若いえ、あんな恐ろしいもんを叩いたりできっか。魔獣とはわけが違うんだぞ。まるで魔獣より恐ろしいみたいな口ぶりだが。当たり前だ、相手は嫁だぞ嫁。
世界のどこに起こった嫁に立ち向かえる男がいるって言うんだ。バカ、あんまり大きい声出すとやつに見つけた。しまった。もう終わりだ。浮かせる嫁だなんて暮らすもんじゃねえ。こんなことになるなんて。やめるんだ、葵！しゃー！な、何？おい、ダメだ！そいつから離れろ！正気じゃねえんだ！大丈夫だ。なあ、葵、やめるんだ。みんなの怯えた顔を見てくれ。こんなのは間違ってる。花嫁が叱るのは、相手を思いやってこそ。怖がらせちゃ本末転倒だ。目を覚ましてくれ、葵。花嫁忍術は誰かを不幸にする術じゃないはずだろ。キエえ、あれ、どの葵、目が覚めたんだね。よかった。もしかして私大変なことしてました？してた。まったく、角の生えた本物の鬼みたいだったぜ。すみません。これでは悪い人を懲らしめるどころか、私が悪い子。花嫁の力を生かして正常の規律を守ろうとしたのに、逆に行き過ぎて規律を乱してしまうなんて。花嫁忍術の扱いって本当に難しいんですね。どうやらそのようだね。葵、次はもう大丈夫？はい、反省しました。花嫁忍術は正しく使い、もう二度と暴走したりしません。花嫁忍術は愛あってこそ、相手を思いやることを忘れず、次こそ精進いたします。え、行方知れずになった奥さんの捜索依頼ですか？ええ、ある日ふらりといなくなってしまって、妻は病気がちですから倒れてやいないかと不安で。この通り、妻を探してはくださいませんか？はい、もちろんです。この私、花嫁忍者の葵にお任せください。花嫁忍術の力で必ずおばあさんを探してみせます。調子よく出てきたものの、うまくいかないな。こうなったらあれやっちゃうか。花嫁忍術井戸端会議、いざ。それでね、奥さん、最近噂で聞いたのだけど、向かいの旦那さん、とうとう見下り犯突きつけられたって。ちゃんの話は知らないわね。それよりご近所のお嬢さんが。とまあ無関係の話はたくさん聞けたけど、肝心のおばあさんの話はさっぱり。えへん。威張ってる場合じゃないし。これからどうしよう。何か見つけたの？あ、あそこに座ってる人、
もしかして、あの、おばあさんはもしかして、その、はい、どうかしましたか、綺麗な着物のお嬢さん。花嫁衣装なの、いいわね、懐かしいわ、若い頃を思い出しちゃう。あの頃は良かったわ、私もまだこんなしわくちゃのおばあちゃんじゃなくって、あの人が好きだって言ってくれた綺麗な私だったもの。あの人？私の大切な人よ。とっても優しい人でね。ずっとお互い支え合って生きてきたの。だけど最近、年のせいか迷惑をかけることが増えてしまってね。それでつい飛び出してしまったりなんかしてね。こんな私の世話をさせるの申し訳なくって。その人はきっとそんなこと思ってないですよ。むしろ心配していると思います。だとしても合わせる顔がないわ。昔の綺麗な私に戻れるのでもない限り、もう…それだ！大丈夫です！私に任せて！え？な、なに？合わせる顔がないのなら作ればいい！何を隠そう！私は花嫁忍術の使い手！そういうの得意です！作るって言ったって何を？あ、まさか若い頃の私？そんなのできっこないわ。ところがどっこいできるんですよ。そう、花嫁忍術は不可能を可能にするんです。それに大切な人との仲を取り持つことこそ花嫁忍術の進化ですから。大船に乗ったつもりでドーンとお任せください。この花嫁忍者の葵に。おじいさん、お待たせしました。あなたの尋ね人をお連れしましたよ。本当ですか？ああ、早く妻に会わせてください。はい、もちろんです。あなた、これは出会ったばかりの頃の。おばあさんです。若い頃の姿そのままでしょ。これぞ花嫁忍術お色直し。悠久の時を遡り、往年の姿を映しより。さあ、いかがですか。あなた、こちらのお嬢さんがね、私が合わせる顔がないと言っていたら、忍術をかけてくださったんですよ。少しの間だけれど、昔のあなたが好きだと言ってくれた頃の私に戻れるように。あ、ごめんなさいね、迷惑ばかり。でも綺麗でしょ、今のしわくちゃの私より。ずっと。そうか、そんなことを考えさせてしまっていたんだね。ん？いいんだ、そんなことは気にしなくて。見た目なんていいんだ、
ほら、私たち同じくらいしわくちゃでしょ。これはね、私たち二人の歩みそのものなんだよ。シワの数だけ一緒に思い出を積み重ねてきたでしょ。あなた、お嬢さん、ありがとうございます。妻を探し出してくださって、おまけに素敵な忍術まで。え、あ、はい。あなたのおかげでまたこの人に会えて、大切なことも思い出せたわ。本当に感謝してもしきれません。落着、これぞ花嫁忍術の力ってわけじゃないよね。うん、いやー、さすが本物の花嫁、本物の夫婦。なんかこうジーンときちゃった。あれに比べたら私の花嫁忍術はまだまだだよね。もっともっと花嫁の神髄を極めなきゃ。よーし、いつか追いつけるように頑張ろうっと。ね、真っ白な、入るな。え、結婚詐欺ですか？ああ、近頃町で横行しているらしい。花婿が突然夜逃げしてしまうとか、お金だけかすめ取って愛を踏みにじる、しかも組織ぐるみでという話だ。絶対許せん。ああ、その話ならよく聞くな。確かにひでえ話だが、大した情報もないしな。簡単には解決しそうもねえ。どうにかしてやりてえのは山々なんだが。あ、話は全部まるっとするっと聞かせてもらいました。その一件、私に任せてください。花嫁がみんな泣き寝入りすると思ったら大間違い。花嫁忍術の使い手として私が必ず仇を取ってみせます。葵さん、やけに自信満々ですが、何か策でも？はい、よくぞ聞いてくれました。実は私も結婚詐欺のことはこの子たちと独自に調査していて。そしてとうとう噂をつかんだんです。偽の花婿と騙されている花嫁たちが集まるパーティーが開かれると。おお、忍者らしい話になってきた。しましたが、なので殿、私に許可をください。花嫁を装って忍び込み調査します。ああ、もちろん言っていい。期待してるよ、葵。はい、行くよ、真っ白な、入るな。そしてかな。え、まさか俺も連れてこられるとは。しー、花嫁忍術偽装新婚夫婦の最中ですよ、殿。このパーティーは夫婦じゃなきゃ参加できませんから、頼りになる相方役が必要なんです。偽装だとバレないよう新婚っぽいことをしましょう。新婚っぽいことってどんなこと？私に聞かれても、まだ花嫁忍者駆け出しですし、何か思いつきませんか？
そうだな、例えば手をつなぐとか。それはさすがに早くありませんか。まずはお互いを知ってから。知らないで結婚する夫婦なんていないと思うけど。あれはどうかしましたか。でもほら、あそこの人動きが怪しくないか。一人で裏手に向かってるみたいだ。うわ、どれどれ。ふむ、確かにきな臭いです。花嫁忍者の勘もそう言っています。うん、ちょっと追ってみよう。おい、準備はどうだ。問題ねえです。今すぐにでもトンズラできますぜ。儲かりますな、結婚詐欺は。まったくな。バカな奴らめ、騙されてるとも知らずのんきに幸せそうな間抜け面晒しやがって。これはドンピシャですよ。きっとあいつが詐欺の首謀者です。なあ、間違いない。よし行くぞ葵。動くな詐欺師め、おとなしくするんだ。花嫁忍者葵、ただいま見参。御用改めです。神妙にお縄につけは。あ、なんだてめえらは。ドア、気づかれたか。だが捕まってたまるかよ。お兄さん、俺っち置いてくのかよ。早い、もう姿が。せっかく捕まえたと思ったのに。仕方ない、下っ端だけでも捉えて一度中に戻ろう。
え、そこで俺に振るの？おお。えらいことになってきたぞ。この角に見抜けぬ悪事はなし。花嫁忍者葵、ここに水産。結婚詐欺の悪行すべてお見通しです。不届き者どもを神妙にお縄につけ。皆さんも続いてください。はい、葵さん援護します。おう、覚悟しな悪党ども。花嫁忍術、角隠さず。もう一丁続けて、切り盛り上手。くそ、なんなんだこいつら。なんで俺らがこんな目に遭うんだ。間抜けな奴らを引っ掛けただけだろ。愛をもてあそんでおきながら、なんて言い草だ。絶対に許せん。はぁ、あ、くそ、くそ。これで概ねとっちめたか。葵さんの八面六臂の活躍あってこそです。お手柄ですね。いや、ちょっと待ってくれ。前に俺たちが追い詰めた男が見当たらない。油断しちゃダメだ。まだ残党がどこかに。ふん、その通りだ。え、あ、やあ、葵、しまった、葵が人質に。これでご自慢の花嫁忍術とやらは使えまい。形勢逆転だな。くそ、今助ける。おっと、動けば即座に首を落とす。この娘の命が惜しくないなら構わないがな。さあ泣き叫べ、命乞いをしろ。俺の腹の虫が収まるまで惨めに。あ、絶対絶命のこの状況でなぜ笑う。気でも触れたのか。ううん、正気よ。確かにこの状況じゃ私も仲間も何もできない。そちらが絶対的に優位だけど、いくら私を盾にしたって止められないものがある。それは騙された花嫁たちの怒り。愛の力を思い知れ。花嫁忍術最大奥義、花嫁大行列。私の純情を踏みにじった罪を思い知りなさい。これは私の分の怒り。これは喜んでた両親の分の怒り。まだまだありますよ。何なんだ、何が起こって。僕たちを騙した罪の数、牢の中で数え続けるがいい。助けて。見たか、花嫁たちの怒りを束ねて爆発させる最大奥義、花嫁大行列。何人たりともこの進撃は止められない。
することは？もうしません！許してください！許しません！本当に良かったですわ。すっきりいたしました。僕も今回の件で人を見る目がついた気がするよ。もう二度と変な男に騙されたりしません。よかった。皆さんの気も晴れたし、私たちも助けられたし、一石二鳥ですね。おう、葵、こっちの始末は済んだぜ。悪党どもは全員引き渡してきた。ランザーブさん、皆さんも協力してくれてありがとうございます。これにて敵討ち成功です。いや、俺らはほとんど何もしてねえよ。全部お前さんたちの力だ。それにしても花嫁忍術、いや花嫁ってのはすごいもんだな。本当に凄まじい強さでしたね。花嫁忍術、まさかここまでとは。この強さもまた花嫁の持つ一面なんだと思います。普段は厳しくも優しく愛情深く、そして怒らせると何より怖くて強い。花嫁忍術はそんな花嫁の力に着目して生まれた術なのかも。そうか、なかなか奥が深いんだな。あ、殿、お戻りになったんですね。真っ白なと灰殿も。うん、お疲れ様葵。君の奥の手にすっかり助けられたよ。殿、そんな風に褒められると葵感激で涙が。あの、そういえば殿、一つ質問があるのですが。うん、何？私、殿のお役に立ちたくて花嫁忍術を始めたんです。それで今まで失敗も結構あったけれど、花嫁忍者になった私は殿のお役に立てているでしょうか？もちろん、ますます頼もしくなったよ。今日の大取り物に限らずすごく助かってる。これからもよろしくね。これから